1947年、富沢ゆうため男は、作家、画家、大分県大分市生まれ、父、富沢久造は中学校の英語教師をしており、転勤の都合により、全国に移り住む。やがて幼年期より、名古屋市で過ごす。旧正東海中学校を卒業。東京美術学校に進学して、絵画だけでなく、文学についても学ぶが1年で中退し、 漫画記者として新愛知新聞に入社する。1921年より2年連続で定点に入選し、1927年にはフランスへ1年間留学し、絵画を学んだが、その側で作家としての活動も行い1925年に同任し、ワシノスを創刊している。1930年に結婚し、 東京市牛込め天神町へ移住すると次第に作家としての活躍が認められるようになり1936年8月に発表した地中海で翌1937年2月に芥川賞を受賞した1942年には陸軍の報道範囲となり従軍作家としてインドネシアに1年間をもむく 帰国後の九百四十五年に自宅が空襲で全焼したため、福島県双葉郡広野町に疎開するが、終戦後も東京には戻らず、晩年まで広野町で暮らしていた。九百七十年一月東京での西洋中に心臓衰弱で死去。六十八歳。当初は純文学だけでなく、画家でもあったことから美術論評も執筆したが、戦前から戦時中は、 国策協力として、戦記小説を多く書き、戦後はもっぱら自動読み物と、外国文学の自動向け翻訳が主となった。母方のいとこである、岡田三郎介が、東京美術学校にいたことから指示して、絵画を学んだが、三郎介夫人の岡田八千代から、文学も学んでいた。その後、佐藤春夫の違いを得て、小説を書くようになり、同人誌、わしの巣」には、佐々木博之、 小林リーチ、坪田常時、伊ぶせますじらが参加している。戦時中には、寺内大吉が、富沢の下へ訪れ事実上の弟子となり、富沢が福島に移住してからも、寺内は富沢に会うためたびたび、福島を訪れたが、富沢は寺内に、文学だけでなく、競輪も教え、共に、現地の競輪場へ赴いたりもしていた。後に、富沢が亡くなった際、 寺内は僧侶、成田有恒として自ら富沢を葬っている。なお、富沢の長男は陸上幕僚長を務めた富澤明である。ありがとうございます。